はようございます。今日は2月20日。今日のアートはこちらになります。ビューですね。ちょっとお顔だけしか入らないちっちゃなサイズなんですけど、パステルなごみアートはこの 15×15、 これが基本の大きさになるんですね。それでちょっと描いてみました。今日ご紹介するコンビネーションエッセンスはこちら、ビューティー&スマート、スリミングとも言います。こちらは美と健康のためのエッセンスです。健康的な体型を保つためにエネルギー消化を助けるフラワーエッセンスが入っています。この中のすべてのエッセンスがカロリーの消費を助けるためにエーテル体の機能を高めます。自然に体と心のバランスを取りながら、無理のない方法で食欲を抑えるよう意識に働きかけてくれます。マンゴーエッセンスはプラナからエネルギーを取り入れる力を高め、ジャイアントクラムはジャンクフードやドリンクへの欲求を抑える力を強めてくれます。このエッセンスは感情的なブロックによる体重増加には効果をもたらしません。私が初めて出会ったエリックスエッセンス、コンビネーションエッセンスはこちらなんですね。東京に行く機会があって、どうしても行ってみたいオーラソーマショップがあったんですね。日比谷にあったんですけど、今はもう日比谷にはないですけど、そこに、なぜそこに行ったかというと、私の中でずっとこのエリックスエッセンスっていうのが気になっていて、私これだってその時直感的に思ったんですね。フラワーエッセンスじゃないなって。それでそのお店で取り扱ってるっていうのを知っていたので、行きたいな行きたいなってずっと思っていて、そしたら東京に行く機会がやってきたんですね。で、日比谷まで行って、ちょうどその目的が日比谷だったんですね。あ、これは呼ばれてると思ってこのお店に行って、でエリックスエッセンスが何か全く知識がなかったので、でもこれって思って直感的に行ったので、そこで接客をしてくださった、対応してくださった男性の方に、その事情をお話しして、じゃあそれだったらコンビネーションエッセンスがいいんじゃないですかっていうことで、でもその一個一個はどれが自分にいいか分かんないってなった時に、じゃあ左手でね、これって直感で選んでみてくださいって言われて、私が選んだのがこのビューティー&スマートだったんですね。で、その方といろいろ話をしていて、今日は兵庫県からなんですっていう話をしたら、いや僕兵庫県によく行くんですよって、だんだん話していくと、オーラソーマティーチャー、私のレベル1を受けたオーラソーマティーチャーとその方の心理学の先生、私の先生は心理学も教えてらっしゃるので、同じ先生から学びを得てたんですね。すごいシンクロだなと思って、とってもご縁が深いんだろうなと思って、でしかもその方オーラソーマとメイクを合わせたプロのメイクの方だったんですね。もうまさに美 あのプロの美を扱う方だったので、その方が芦屋に来られた時に私も会いに行って、オーラ様のボトル4本選んでセッションした後に、プロのそのメイクの方とにメイクをしていただくっていう
チャンスをいただいたんですね。もういっぱいこんなプロのメイクの道具持っておられて、もうそれ見てるだけでもうウキウキってして、すごい楽しい時間を過ごしたんですけど、女性ってやっぱりこう美、美しさっていうものに敏感なんだなって。私は全く普段エステとかも行かないし、ボディのケアだったりとか全くしないんですね。なんかすごいしてそうってみんなに言われるんですけど、全く無頓着というか、もう本当に全然その美に対する意識っていうのが、エステ通ったりとかの私の周りではこう顔に注射、なんかボトックス注射だったりとか皆さんなんかされてるみたいで、すごいなって話を聞きながら思うんですけど、私はちょっと興味ないなって思いながら、聞いてるんですね。もうまあ私がね、20年以上毎日その自分自身にやってることがあって、毎晩スチーム浴びてるんですね。こんなちっちゃな機械買うだけで、まあ、3代目ぐらいだけど、毎晩私はスチームを浴びる、ただそれだけで、朝晩のお手入れはしっかりする。で、食生活も、私胃がとってもちっちゃい、拒食症一回しているので、あの胃がすごくちっちゃいんですね。なので1回に食べれる量っていうのがだいぶマシになってきたんですけど、1回に食べれる量がとても少ないので、よくね、あの食べ放題の店とかにね行くと、ギャル曽根になりたいっていうのが私の切なる願いで、食べ放題は私には向かないなっていうぐらい、あまりこう量が食べれないのでね、食にこだわっていると必要な栄養素が取れないから、お肉が、あの野菜いっぱい取らなきゃって野菜食べちゃうとメインのお肉が食べれなくなったりとかするので、バランスよく食べるために食生活って全く意識をしないっていう選択を私はしているんですね。でもこのエッセンスの中にジャイアントクラムっていうエッセンスが入ってるんですけど、それを単体で買って摂取した時に、まあその食生活に対する意識が見事に変わって、本当にすごい体験をしました。またよかったらサロンに聞きにいらしてください。ビューティー&スマート、とてもおすすめです、ね、今日もこちらのビューティー&スマートを感じていただきながら、光の言葉を聞いて、ライアンを聞いてくださいね。光の言葉、自分の可能性が無限大だと信じることで、あなたが自分自身に設けた可能性の制限の枠を超えることができるんだね。私はまだまだこんなもんじゃない。大きな声で自分に言ってみてください。そこから可能性は無限大に広がり、あなたの未来はキラキラに輝きます。
また明日も元気にお会いできることを楽しみにしております。私はあなたを愛してます。私はあなたの応援者です。ではまた明日。